こんにちは、ガスフェス。前回のバイオハザードはですね、なんと商人のデュークに出会いまして、キーホルダーのね、ラクーン君をね、手に入れましたよね。そう、これなのよね。俺の真横にあると思いますけど、これを手に入れた回でしたよ。ああ、もう要約するとそれですよね。もう前回は。で、今日からはこのお城の内部を探索ということですよね。行きましょうかね。一応これ持っとこうか。いやーね、早期購入特典だいぶ助けられたよね。ほらもう、半玉30の18で、ショットガンのが5発もある。リロっとく？よっしゃ。失礼します。怖いよ。急に来んな。めっちゃ綺麗な城だな。おぉ？ドミトレスク城。ここか。あれ？知ってるぞ、俺ここ。で、ここ壺あるべ。ほら。知ってる知ってる。ああ、まあ拾ってもらって、で、ガンパウもあって、ほら、めちゃくちゃなんかアイテムあんじゃんか。もしかしてこれ、間違えられてる？お、金もあれば。これは？反応がない。おそらくエレベーターなんだよね。うん、体験版の時にもそれ言ったし、この辺は壊せないということで。あ、じゃあ行きましょうか。知ってるぞ、俺ここ。うん。ちょっと待って、そろそろ怖いよ。もういいよ。うん。突っ込まねえから。もう分かってる。ないんでしょ？どうせ。開く？ここ。よし。壊れるかな？こいつ。あ、壊れねえわ。で？明るいな。明るければ、俺そんなに怖くないかもしれない。だからさ、もう毎回言うけど、こんだけぶっ壊すからお前後追われるんだってな。いいとこまで来たんじゃないの？ここら辺も？ん？体験版だったらここにまたデュークいる。そう、ここにいたんだよ、デュークが。体験版だったらね。だけど、ここまで一緒とはいかないわな。何らかの球体を入れる穴があると。ほうほうほう。球体を入れる穴。で、なんかとんでもねえ、これお宝だよね。すげえ高く売れるみたいな。で、横にいれば、本来だったらデュークがね、ここで店番してるんですけど、でっかくね。で、奴にこれを売りつけるみたいな、そんな感じだと思います。じゃあ、セーブしとこうか。はい。よし。本当にこれハードコア？あ、ハードコアだ。ハードコアだな。うん。もういいの？こんなアイテムもらっちゃって。あ、一応ここはあれか、セーブポイントの部屋だから、もう敵は入れないみたいなね。オッケー、覚えとこうか。四天使の間。四天使の間まで俺来たのか？怖いなぁ。開く？心なき四天使に仮面を与えよう。ローズを探してる。まずい。まずい。痛い。いやいや、もうそんなもうふくらはぎぶっさーいってば。もうどこ連れてった俺は。もう、お母様、新しい獲物よ。気の利く娘たちだこと。来た。さあ見せてちょうだい。でっか。まあ、これはイーサン・ウィンターズ。弟のバカらしいゲームから逃げおせたよね。弟？あ、弟だ。それじゃあ吟味させてもらおうかしら。はい、お母さん。いやもういらない。ASMR 入ったわ。ダメ、私が捕まえたの。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。それが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしましょう。でっかい女やな。吊るして。吊るして？待て、やめろ。
った。いやもう。ダメの話。痛い。血の効き方がなってないわね。イーサンウィンターズ。ああ。待て。おろせ。おい。俺よこの4人相手すんの？うわもう変態や。ここからもっといろいろ探索したかったんですけど。どうする？ほら手とかもううわがっつり刺さってるし、うわほらがっつり刺さってんな。罰って何？取るのお前これ。行くよ。お前、えぐいことすんな。痛い。うわ、痛っ。お前もだよ。お前もそこそこイカれてるぜ、おい。なるほど。あ、OK。何それつけて回復不死身だなお前も。歴代最強ちゃう。いやマジごめんな、もう歴代最弱とか俺言ってたけど、セブンとかやっててちゃうわ。もうお前これだけ強いもんな。ほらこの辺は俺知ってるぞ。ったくよーんめん。だけどあの三人の女の子たちは結構可愛いなとは俺思ってるんだけど。あ？あれ？奴らの服かこれ。なあ、あの三姉妹のうちの一人の服なんじゃんこれ。なんだここでみんな飲んでるしなんかしら。どこだ？急にどこだ？そう、俺ここで捕まったんだよね。ここでダー持ってかれてここまで来たんだよ。単純な鍵がかかっている。あ、なるほど。ここでキーピックかな？スケルトンキー。ほら、来た。リロール？あ、もうリロールねえわ。弾丸はね、もう結構あるんで、だったらもうショットガンとかの強化？それを優先したよね。オッケー。このあたりはね、俺体験版でもやったんで、ほら、で、ここスプリンター先生来るんだべ？ほら、来た。体験版よりちょっと近かったよ。あ、もうサクッといければね、もう行きたいんですけど。アイテム手に入る？全く同じもん手に入んじゃん。ほら。そう、上とかね、結構注意していきたいよね。なんかしらね、ダイヤモンドとかあればね、それデュークに売れるんで。あるある、もう早速あるもん。ね。敵を倒しながら行くというか、もうお宝を見つけながら行った方がね。薬液、いいですね。ナイス。で、この辺は、この辺なんもないかな。外して、この部屋戻ってきたと。で、マップが青くならない。あれ？まだ赤いな、この通路。赤いということは何かしら取り逃しがあるかもしれないと。お、はい。これが、ガンパを手に入れたら、お、青くなったと。オッケー。じゃあもうここはもう何もないと。ローズはどこにいるんだ？おー、あったあった、これほら。あれ？あ、戻ってきた。よし。はい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 。で、デュークいる？デューク、おー、また会いましたな。いや。ここで何を？飽きないは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな？いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、はい、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。主人の部屋？そうでしょう。ドミトレスクか？ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやも。じゃあこれ売るわ。ああ。何買うんで？昔の友の口癖でしてね。え、ちょっと待って。え、俺取り逃したもしかして。では探索の成果を期待しておりますぞ。え、ちょっと待って。またなんかあった気がするんですけど、あれ？もしかして俺取り逃したかな？なんか変なねコップみたいになったべここ。ここなんかなかった？これ。あ、そうそうこれほら。クリムゾングラス。そう、これよ。これ。これ忘れてたわ。これ結構高く売れるんだよ。3500。
この程度では来た1万円 OK 威力だね560から640になる。はい、こう見えても手先は器用な方でしてね。ありがとうございます。で次これだな、フェザータッチとか、そう改造アイテムが欲しいな。 OK 銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格でね。良心的な価格でねって言われてるけど、もうこれでいいと思いますよ。お出かけで。おー、サンキュー。素敵な旅になりますよ。ありがとうございます。すいません、じゃあ行ってきますわね。ありがとうな。それじゃあ、こっち側行きましょうかね。ほらね、何があるんでしょうか。まあ何も変わらないと思うんですけど、まあ行き先はねもう割と分かってるんですよね。体験版もやったし、弾丸めちゃくちゃ手に入るな俺な。あ、一応ここ外して、ここにねほら、ワープできるようにでしておきの、粒ぶっ壊そうかこれ。おー、金あるわ金めっちゃ落ちてるぞお前ら。でほらあいつらの見て、口紅超濃い口紅塗ってんな。でここ開く、確か開かなかった気がする。オッケー、向こう側から施錠されていると。オッケーオッケー、分かりましたね。じゃあ2階行きましょうか。あ、この壺壊せるか。ここら辺の壺壊せんじゃない、ほら壺壊したら壊したで何かしらトロフィーとか俺もらえると思うんですけど、ここはワインロームですよ、ほら。で、これ薬液だろ？薬液がありの、ドミトレスク城におけるワイン工場の歴史は、エモいですね、こういうのは。で？おう、わおわお、花を授けし、特別な一本は、って書いてあるんで。オッケー、じゃあこっち側ですよ。ここら辺は、体験版と一緒。なんら変わんねえわ、今のところ。ほら、お金もあるわ。で、ここ、鍵閉まってるべ？うん。で、鍵閉まってて、で、この奥にはなんかね、壺があったんや、ほら。ほらほら。オッケー、ガンパウもあれば。あ、ここ、目ん玉使える。あ、まあ、一応、ショットガンの弾取っといて、で、ここ、目ん玉使うんですけど、あのね、女の子来るんで、だから、なんもねえのやめてくれるかな。この奥行くと、あの女の子来るんでしょ？来た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 。いや、うわ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 。うわ気持ち悪い。来た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 。男をバラすのは久しぶり。逃げるわ逃げるわ、はい、逃げ場所は分かってる。こう行ってこう行って、ここ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 です。どっちが、ドーンってね、はい。で発生にしてホールに飾ってあげる。うわい、オッケーなんとか振り切れたっていう感じだよね。1958年6月の9日、今日からお城で勤めることになった使用人が女の人ばかりでびっくり。城主様とお嬢様たちの機嫌だけは損ねないように強く言われた。どんな人たちなんだろう。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に訴訟をして顔をナイフで切られた。夜になると亡霊みたいな向き声が聞こえると、家に帰りたい。どうしよう、お嬢様たちが食事している時あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉じろって。きっと私も地下に連れてかれる。どうしようどうしようどうしよう。食堂の窓を開けた。もしかしてこれボス戦とかにね、窓とか開ければ結構弱点なのかなとかそう思うんですけど、ここら辺確かアイテムあった気がするんですよ。ほらスクラップ A があり、上とかなんもないかな。ねえ、あそこね、こうドタバタ走ってこなければよかったんですよね。で向こうにいるんでしょ、ほらちょうど見えねえわ。見てほらお前がでかいのか、もうこの城の作りが小さいのかわからん。最初すげえ怖かったけど、もうここはね何もないっていうのが分かってるんで、なんとかこれ向こうに押してさ、ほら弾丸とか使いたくねえから、よーしよしよしよし。でここが開きます。怖い、ライトオン、よーし来た。あのもう初見でここ通るとめっちゃ怖いよね。だけどガスパーすでに体験版やったんで、何も変わりがなければね、俺そんなに怖がらないよ。ほら、こういった拷問器具とか。見て、ほら。かぐろい血がこびりついている。そんなとこ調べさすなよ。ラクーンくん。よし。ラクーンくんは前にしていこうかね。
ラクーン君を前にしておけばちょっと気がね紛れるかもしれない。アリーナ、ミハイラ、ロイス、食欲旺盛、イングリド、不安定、時折意識覚醒、時折意識覚醒っていうね、何が起きたんでしょう。はい、知ってました。もうビビんないよ、これ。体験版、くっそびっくりしてるけどね、俺。まあ、よかったら見てみて。おう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 、そろそろ来たんじゃん。半玉、半玉手に入れて。うわ、いるね、いるね、いるね。ああ。この辺は。行き止まりなんだよな。行き止まりは怖えんだっつうの。来るよ、来るよ、来てるよ。開くか、ここ。開くね。もう全部開くんだよな、ほんとに。スクラップ B? A、B っていろいろあるけどね。ここにいるよ。来ました、来ました、来ました。オッケー。動きがゆっくり。動きがゆっくりぞ。あいつより当てやすい。危ねえ、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 危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい。こいつら動きがゆっくりだから、全然オッケー。ラクーン君、オッケー。いい、よーし。オッケー、ナイス。使い切るぞ、お前。あの、アイテムとかね、もらえるんで、まあ、なるべくね、今回の敵らは倒していきたいんですけど、10発か、結構使うな。まだいるよ、まだいるよ。キシャーってこっから来るべ、ほら。知ってるよ。てるよ。いいよ、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 いいよ。おーし、おーし、おーし。まずい、まずい、まずい。おお、怖い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 。オッケー、オッケー、オッケー。暗い、暗いけど。おーし。うわ、まだいるわ。さすがに、危ねえ。押し返す。ビルワンで押し返す。押し返せ、押し返せ。うらボケ、おう。ガンフー、ガンフー、ガンフー、ガンフー。ガンフー、ガンフーするよ、ガンフー。おおおお。動きが速くなってるな、ちょっと。じゃあ、見えてないっか、お前。よーっしゃー。ふぅー。ガンフー、ほら。見て、ほら。もう銃に血がついてるわ。え?まだいんのか、そんで。パイプシュルーダー投げてやろうか。じゃあパイプシュルーダー来るよ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 。おお、わお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 、いった。長、お前勇者いるんだけど。いや、はい、2人、2匹いる、2体いんの。はい、イエーイ、おう、ふぅ。なんだこれ、結晶化した頭蓋骨があれば。で、これはなんだ、ほら、ハーブ、ハーブの手に入った。どっかいるぞ、どっかいるぞ。なんだなんだ、いるぞ。誰だお前は。この樽を間に入れればもう怖くないお前。おらおらおら。おーおーおー、やるねやるねやるね。お、勇者。戦闘訓練を受けているこちらを舐めるな。はい、ザコ。お、お、俺、イングリードの首飾り。お前が時折覚醒するやつか。おい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 。なんというドラマを見たんだ俺は今。この数分間で。ちょっと待って。もうだいぶ弾がなくなったんですけど。ここにいるんですよ、ほら。おい、ひょっこりはーん。おー、身軽やね。おー、ひょっこりはーん。うわーわー。はっはっっさあ、聞いたぞ、お前の断末魔をな。カサンドラ、しくじった。オッケー、はい。こんな面倒なの。来るよ、来るよ、来るよ。すごい、ふわーん来るんだよ、そいつ。うわー、怖っ。ちょ、怖いな、やっぱり。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。なんか、この辺とか、俺、アイテム取りたいんですけど、アイテムあるか?アイテムあるか?え?あ、そうだ。確か、ここを左に行ったら、なんかあった気がする。オッケー。ショットガンの弾丸があって、で、おお、めっちゃあるやん。で、ここか。オッケー。体験版だと、ここで終わりなんです。銃弾が私に効くとでも。めっちゃ撃ったなお前、もう5発ぐらいやったぞ。やめろよ。ほら、弾丸見つけた。己人間ごときが
なに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 、うおおおお、あっか、回復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 、強すぎでしょ、回復して、あーあー、うわ、近い近い近い、このやら、私は痛みだと感じない、マジで、ちょっとガード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 しとけ、ラクーンくん、ラクーンくんでガード、待って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 ください待ってください、すいませんすいませんすいません、私たちに歯向かうなんて許せない、うわうう、おいおい、うわうわ、まずい、え強ないお前お待って待って待ってちょめちゃくちゃ肉食なんですけど、ちょっいや、あんなさ、バンバン振り回されたらどうしようもないんですけど、母さんだよ、しくじったせいでこんな面倒なことに、あれか、俺に手をぶっ刺したあの女が多分カッサンドラかな、デュークに鍛えてもらったこの弾丸よ、あ、私の体が、うぇ、わぁ、さぁさぁこっち来い、窓だ、窓際だ、窓際弱いぞ、痛っ、ちょ、待って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 、窓際行けっつうよ、そこ、うわっ、お前は今晩のメインディッシュ、まあ、もうあなたのようなね、お美しい方に追われて食われるんだったらもう全然ね、ありなんですけど、殴り返せ、オッケー、私たちに歯向かうなんて許せない、うわ、まず、俺一つ使っちゃっていいですかね、あれ、うん、あのちょっとスキップしてもらって、で一回バーンっていって、で、あのこれこれこれピザハットを下にやっときましょう、痛みなど感じない、よし、生意気な人間だが、よし、オッケーオッケー、ピザハットピザハットピザハットを仕掛けます、そこに、はい、どうよ、よーし、いいよいいよいいよ、聞いてる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 、今じゃない今じゃない今じゃない、お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 お、強ピザ強ピザ、ウェイ、霊場のトルソ、おお、ほら、弾丸もほぼ使わなかったし、いいですねほらほら、もう弾丸もここにあるし、やっと倒したわ、すげえ簡単に倒した、これはラッキーだよね、で、ちょっとと取れなかったアイテムとかね、取り逃しがあるんだったら俺戻ってまた取り直したいですよ、全部ここら辺までめちゃくちゃ戻って、確かねこの上あった気がするんですけど、あーここか、あった、ほらこれこれこれ、ここまで戻ってきましたよっていうね、なかなか手強かったっすよね、まあ、4回ぐらい死んだんですけどまあ最後はね、あのピザ爆弾でどうにかなりました、この先よ。怖えな。マップは？厨房。あ、ここ厨房。はい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 。で？ん？何これ？ワイン？うわ、もう。見せなくていい、いちいちそれ。サン・フィエルジェ。サン・フィエルジェ。ちょっと待って、もしかして大切なものか？サン・フィエルジェ。美しい草花の装飾がされたヴィンテージワイン。かなりの年代物のようだ。はぁ、いくらするんだろうね。何これ？うわ、もうスプリンター先生も、こんなんスプリンター先生ぶら下げんなっつーのな。で？ああ、もう単純な鍵かかってるし、これなんだ。ん？コンペイセイター。ガラクタやん。ガンスピス。いやいや、何が変わるん？これをつけたことにより何が変わるん？この先は？あ、俺戻ってくるぞ、メインホールに。こっち行って、お！キーピック！やった！え、じゃあキーピックで開けられるように、ここ確か。よし。キーピック。はい、もう。使いましょう。がっつり使っといて。なんだこれ？木彫りの女神像。いや、めっちゃ大事なやつじゃん、これ。女神像、女神像、女神像。あった！ここだ！あ、これ全部換金アイテムだ。うわ！めっちゃ強化できるやん。あら。え、じゃあここまっすぐ行ったら、あ、メインホール戻るかな？ん？メインホール、あ、はい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 、わかった。で、鍵かかってるから、あれ鍵かかってんだよ。
そう、鍵かかってる。あ、そうだ、こっちだ、こっち、こっち。で、ここを開けると、メインホールだよね。はいはいはい、わかりました、わかりました。で、あの先に、ほら、デュークいるね。もう開けとこ、開けとこ、もう怖いから。あいつら弱いんでしょ、この外の風に。わかんないけど。一応開けといて、ほら、もうガンパウとかもあるし、ナイス、ガンパウ。俺、未だに、あれだよ、工作してないからね。オッケー、行きましょう。はい。じゃあちょっと強化できるんだったらもう速攻ね、換金して、ね、ガンガン強化していこうよ、ショットガン。はい、じゃあ換金しましょうかね、ここら辺。これ1、これ2、ポルソ1、はい。では、買い取りましょう。1万9000いったぞ、ほら。アイテムスロットの収納枠が拡張されるっていうね、これ後々絶対必要なんだよな。で、この地雷を作れるようになるっていうね、ボス戦じゃだいぶ有利なんで、買っときましょう。お買い上げありがとうございます。あざーす。ハンドガン用の改造パーツ装着すると装弾数が大幅にアップする。アイテムいっぱいで弾丸持ちきれませんとかあるとすごいもったいないと俺は思っちゃうんで、俺これ買っといてもいいかなと思ってるんですよね。よし。よし、セーブもしたし、で、確かここの階段登ったところの上だわ。階段登ったところにね、おそらくあそこにワインを設置するんですよ。ここだわ。この部屋、この部屋。ワインルーム。Hey。ここでしょ、多分。はい。そんなバカな。どこ行くんだもん。わからん。は？あ？なんだ？伝説のワインがあんのか、ここに。宝箱や。中庭の鍵。中庭の鍵。中庭の鍵。食堂から中庭につながる扉を開けるための鍵。はい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 、わかりますわかります。下の階にあるわ。オッケーで、ガンパオもあるし、完璧じゃないの。ほら、食堂はこの下よ。この下にあるから、ここ？こっちこっちこっち。ほら。お城を案内する。あの奥よ。これこれこれ、あの、ここ、こっちこっちこっち、いやもう。よし、じゃあ今日はね、この辺までにしておきましょうか。いいところで終わるんだよ、ガスパは。前回、そして今回とね、体験版でやったところがメインだったんですけど、次回からはね、もうガスパも未知の領域なんでビクビクしながらね、行こうと思います。じゃあ、これで失礼します。ご視聴ありがとうございます。お疲れです。